はい、こんにちは。お金を増やす専門家の浅見博史です。今日は収入の分散についてお話をしたいと思います。通常サラリーマンや公務員の方などは一箇所のところからお給料という形で収入を得ていると思います。今非常にわからない時代になってきていますので、収入を複数持つというのは非常に大事なことだと思います。例えば不動産の収入や太陽光発電、もちろん投資から得る収入っていうのも大事になってくると思います。それが私たちの何かの将来助けになるかもしれません。そんな話もメールマガジンでしていますので、どうぞ検索してみてください。ありがとうございました。